リモナ版は、選択的なカンナビノイド受容体タイプ1の、喫抗薬で、食欲抑制剤、または、コーヒーマニアクである。かつての製品名は、アコンプリアや、スリモナ。2006年に、欧州各国で承認されたが、2008年に、自殺機となど同面での副作用によって市場から、撤退した。日本を含め、進行していた知見は中止された。 欧州の規制当局が神経精神的な副作用を容認できないと判断したため神経肝イベント予防の臨床試験でフォローアップ平均13.8ヶ月目に試験が中止された。リモナバン群とプラセボ群の有害事象は精神神経系が32%、21%で自殺期水が40、10であった。体内にある内因性のカンナビノイドは 食欲を司るカンナビノイドを受容体タイプ1に作用することで食欲を起こす。リモナバンは逆にこれに拮抗して食欲を抑制する。逆にタイマの成分であるデトラヒドロカンナビノールはここに作用することで食欲を起こす。アデニリルシクラーゼの活性を阻止し、油性管の収縮を抑える。食事療法と 平行し1年間継続的に服用した結果、5%の体重減少が約50%の頻度で、10%の体重減少が約27%の頻度で見られたとの報告がある。疑悪群は5%の体重減少が19.7%の頻度で、10%の体重減少が7.8%の頻度であった。 英国の1998から2011年の有害事象報告では、うつ病の報告数と自殺未遂の割合が2番目に多かった。リモナ版の自殺機遂は、ランク外で目立っていない。サノフィ社による市販後調査において、約1から10%の頻度で抑ううつが、約1%の頻度で自殺機とが自発報告されていた。 うつ病患者あるいは抗うつ薬を服用している人への投与は禁忌となっている。さらに、翻訳は母乳中へ移行することが動物実験で示されており、授乳期の母親への投与は禁忌である。また、ケトコナゾール、イトラコナゾールなどの抗診味薬、テリスロマイシンやクラリスロマイシンなどの抗菌薬といった肝臓の細部、3A4 阻害薬との併用は、 リモナ版の効果を増幅するので注意を要する。ありがとうございます。